よいしょ。おはよう。妖怪おはよう。ともかおはよう。よーし。じゃあやっていくか。ちょっと待ってよ。よーし、やろう。なんかね、サブクエストをやってたら、稲穂が捕まっちゃったんだよね。なので、稲穂を今日は助けに行きます。ん？何？この扉、こんなのあったっけ？うんうん。エリチいらっしゃい。何？うん、間違いないだに。稲穂は絶対この中にいるだに。お茶楽天長ありがとう。くんくん？俺っちには全然わからないにゃん。うさぴょんなかなかやるにゃんね。何？ AKB ちゃんおはよう。この扉の先にあいつらのアジトがあるのかな。うん、わからないけど気を引き締めて進みましょう。早く稲穂ちゃんを助けに行かなくちゃだ。ようちゃんいらっしゃい。ナビシンありがとう。お団子ありがとう。お、主天道寺様。姫をお連れしました。ゆいゆいおはよう。たかたかおはよう。うへ、ここどこ。ゆちちゃんおはよう。はっ、この展開は囚われのプリンセスが悪い魔法使いにアジトに連れてこられた的な。レイジいらっしゃい。あ、めっちゃあ、ありがとう。ユミユありがとう。お団子ありがとう。あれ？なんでこれアイテム表示がされる。これは魔法使いというより魔族。なるほど。闇の魔族もプリンセスの力を狙ってるのね。お団子もちもちありがとう。ドラえもんのあれね、牧場物語めちゃめちゃ時間かかりそうだからやめといたんだよね。はい、この少女は妖怪を従え、手足のように自由自在に操っておりました。あの連中のように妖怪ウォッチを持ってないのにもかかわらず、まさにその力こそ姫であることを証明となるでしょう。おい、その女が捨てられて妖怪とはどこにいる。いなければ証明にならない。お前の見間違いという可能性だってあるだろう。凍結、あなたという人はいつも私のことを見くびっまあそいつが本物かどうかはこれが証明してくれるであろう。それは古の世界樹の枝、まさかあなたたちが奪ったのね。おい、違う。そんな反応がない。はあ、世界を越えてまで追ってきて飛んだ外れを引いたもんだな。フクロウ、待ってください。ユキシちゃんおはよう。ジンニャンちゃんおはよう。こんなはずは。黙れ、くどいぞ。はっ、ピーンときた。ジンニャンありがとう。ポイありがとう。この状況は悪のイケメンの幹部たちが私をめぐって、やめて、私のために争わないで。ん？声と想像してる声となんか違う。違和感。はい、ありがとう。あ、いやいや、全然。妖怪ウォッチ知らないからさ。ジンニャありがとう、コインありがとう。おいおい。フクロウ、こんな奇烈な女が姫だというのか？おっしゃる通りで。最初からお前には期待もしてなかったよ。わざわざお前のこの手を消す。も煩わしい。勝手に消えろ。そして二度と俺の目の前に現れる。かわいそう、フクロウ。行っちゃった。もっと私のために争ってくれていいのに。道士様。え？画面下の画像は配信者の私だよ。私だよ。左下のテロップは私。どうしてこんな。まだ気ではない。
なんか出た。まだ終わる時ではない。いや、終わり、終わりでしょう、もう。こんなところでは終われない。黒い怨念となろうとも、なすべきことを。なすべきこと。姫、姫、我が主に、私は。なになになに、何が起こっちゃってるんです？何これ、どういう展開だ？稲穂がいたたに、やっと稲穂発見だに。あ、ウサピョン、みんなやっほー。稲穂、助けるだに。稲穂さんから離れろ。姫さえいれば私は主。あ、なんか矢を撃たれたのか。あ、星にありがとう。ウサピョン、何するだに、話すだに、には姫じゃないだに。隠しているのでしょ、本当の姫の居場所を教えなさい。姫はまだあの世界にいるはず。戻らねば、今度こそ姫を。ああ、次ウサピョン連れてかれちゃった。蒸し暑いね、今日。今24度にしてる、部屋の温度。ムリちゃんありがとう。お団子ありがとう。ありがとう、ニコピン、おはよう。なんということでしょう、今度はウサピョンがさらわれてしまうとは。なるほど。なるほど、なるほど。大体わかりました。つまり私は囚われのヒロインだから、救出ヒーロー枠にクラスチェンジですね。よーし。ウサピョンは絶対私が助けます。フクロという妖怪を追いかけましょう。でも稲穂ちゃんには危ないよ、せっかく助かったのし、ここは私たちに任せ。実はですね、捕まってる間にひらめいた案があるんです。ありがとう、ムニちゃん、ありがとう。ヨカネット通販を使ったスペシャルサポートです。これならウォッチがなくてもお手伝いできますよ。ヨカネット通販、バトル中にいろんな妖怪のアイテムを注文するんです。そしたらドローンと届けてくれるはずですよ。何それ。ヨカネット通販のドローンの宅配。バトルアイテムの頼み、頼んだバトルアイテムはドローンと配達。画面右上、ドローンの配置状況を見れます。ドローンが到着中するとバトルのアイテム、あー、なるほど。ほうほうほう。すげえ、スターみたいな感じか。あ、嘘、岩田の方に。パパは結構で PUBG 好きになってくれたから。やばい、ボスのバトルでは得意に本気出しちゃいます。よし、ヨカネットでガンガンポチっちゃうぞ。へえ、すごい、そういうことができるの助かるかも。ですです、ウォッチがなくてもお役に立てます。私をぜひぜひお仲間に。さすがピモさん、話が早い。てことで、なんか仲間に入った。オッケー。アマゾンのドローンの宅配、日本でやらないのかな。どうなんだろう、ドローン使える人が少ないでしょ。でも皆さん、フクロウはティモ君の世界に戻ったみたいですよ。急ぎましょう。よーし、待ってろ悪魔妖怪フクロウ、絶対にウサピョン取り戻してやる。よーし、行くぞ。うん、ありがとう。あえどこ、どこに飛ばされた。やっとバトルだ。でも昨日ね、配信外でね、めちゃめちゃずっとバトってたんだよ。 S ランクのね、モンスターも取ったよ。あれ、稲穂がいなかったの、メンバーに加わったはずなの。ペローン。現在の大森神社。やだ、おはよう。え、なぬ、ワープできないやと。歩いていけって。歩いな。
おや？あ、花火ありがとう。なんかツイキャスの花火とか久々に見たわ。チャリかっけーっしょ。立ちこぎできっからほら。むむ。宝箱発見なり。お、ガチャコイン。ナイス。ウェイ。ありがとう花火センキュー。エフェクト可愛いよねこれね。せいせい、あ、この辺だって聞いた。あ、ほい、花火ありがとう。もう夏といえば花火か。今年は花火見に行くんかな。あれ、ヨロナちゃん。現代、現代、過去、未来って結構ワープするからね。ちょっと話見てない人はあまりわからないかもしれない、このゲーム。ほう、扉を通るなんて感じですか。むずがゆいというか、こそばゆいというか。コマニアンは確かに引きずられてる感じなのか。あれ、なんか神社の方騒がしくない？神奈川県かな。え、もしかしてフクロウが。神奈川新聞、あれもう終わったか。金沢新聞は終わったのか。あ、あれは、あれは土蜘蛛の大釜とお二人じゃないですか。あれめっちゃ強いんだよね、あの人たちね。オロチとキュービーもいる。なんかあったのかな。あれ、みんな知ってるの。ウィッスー。ええ、妖怪魔の大物妖怪たちですから、かつて私たちとも一緒に戦った仲です。ウィッスー。何何。でも元祖と本家のお偉いさんが集まるなんてただごとじゃない雰囲気感じますよ。ウィッスー。やはりフクロウ事件が何かを起こしてしまったのかも。お話を聞いてみましょう。あれ使ってたわ、四天王だよねこれ。超強いんじゃないこれ。おい、話そう。ほう。む、お前たちは。いや、いや、ティモ、お前らにもこの異常事態に気づいたのか。あ、異常事態、もしかして袋にあったの。はい。私たち顔にお面をつけてる背の高い妖怪を探してるんですけども、うん、そのような妖怪には心当たりがないな。そうですか。ノー。我が輩たちが集まっているのは未来から来たという妖怪について。まあまあ、あちこちで騒ぎを起こしてやがって。俺たちで、俺たちでもいくつか手を回してるんだけどよ、このままじゃ拉致が開かないってことで妖怪集会を開くことになったんだ。妖怪集会。ああ、未来の妖怪側からも提案があったのだ。今回の件は話し合いで解決しよう。もしかして扉を開きっぱなしにした犯人かな。でも話し合いで解決できるの。なんだよ、俺だって本気の大将だ。戦うだけが取り柄じゃないんだぜ、うん、とはいえ相手の出方によってはこちらもそれなりの対応させてもらう。ああ、最近暴れてねえからな、体がなまっちまってな。あ、これ夏目ちゃんはね、このティモの娘らしい。未来の娘だって。だから喧嘩好きの我らは。おいおい、最初はお前の方から殴り込みに行く気ままんだったじゃねえか。ちょっと二人とも喧嘩しないで。うん、この程度喧嘩に入らん。騒ぎが収まるまで俺は、俺とこいつは協力関係ってやつだな。あくまで一時的だ。キュービー欲しい。やっぱり地にそっちが喧嘩になりそうね。お前らは首を突っ込まなくていいからな。真夜中の河川敷には近づくんじゃねえぞ。うん、我が輩たちに任せて帰るがいい。真夜中の河川敷？
あの二人が出たとしてもさらなるトラブルの予感しかしないですね。それにフクロウのことも見かけてなかったみたいだし。そうだ、あ、夜の集会に来る妖怪が誰かフクロウが見てるかも。そうね、首を突っ込むなって言われたけど様子を見に行ってみるのはあるかもね。いやー、え、妹と一緒の名前だった？じゃあ娘と一緒の名前だった。あ、そう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 、これだよ。え、そんなの待ってられませんよ。こうしてる間にもウサピョンが。とはいえ未来のエージェントとしてはさらなるトラブルの発見の可能性見逃せないですよね。そうそうね。よし、ではこういう時は別行動で任務に進めましょう。ウサピョンの捜索任務はこの私が、皆さんは妖怪の集会とやらに潜入任務。わかった、でも無茶はしないでね。はい、ウサピョンのことならお任せを。絶対に見つけ出しますから。絶対に。ウィス。それでは我々妖怪集会の方へ向かうとしましょうか。オッケー。メガネは娘じゃない。メガネは違うよ。そうね。集会飛べるのか。太一小学校。メガネはただのオタクらしい。稲穂ちゃんっていうなんか天然を偽ってる女。どこだ、タワーバー。あれ、なるほど。あ、違う、これか。さまよう落ち武者。おい、これっぽい。そう、地雷女、地雷女。川の南ででしょう。なんでこっちに行かされてんだろう。こっちの上？ああ、そういうことね。扉に入れと。未来の地下に行くのね。うわ、なんだ今。昨日の枠ね。本当は落ち武者のツインテールにされたらどなんしてくれるの。おぉ、パキン、パキン、パキン。あ、なんだ、カレーうどん。地雷女呼んだとか言って。お主どのような地雷をしたんだ今までに。あんまりでも地雷してるイメージないけど、何と思うか。地雷女っていうのはやはりね、ケイちゃんのこと言う。スペシャリスト。結構やっぱ話聞いてると結構重いよ。でもまあそれをケイちゃん楽しんでるわ。じゃあ地雷のスペシャリスト。それもね、チャームポイントということで。
コマさんは歩き。めっちゃ工事の音うるさいな。たまらんぜ。頑張ってくれてるのがいいんだけど、昼間か。はい、どこだ。ほっ。妖怪が見つかりません。あれ、こいつは、こやつは武士にゃんだ。かわいい。やはりいつもの時代の川のせらぎは良いでものでござるな。よもやその御仁、それがしに見えるでござるか。ようやく話せる人間に出会った、ありがたい。それがし、武士にゃんでござる。ほう、時空の門を通り過去の世の世から参上をつかまつった。過去の世界から来たんだ。それでここに何しに来たの。ござる。武士道とは旅することを見つけたり、まだ見ぬ土地を歩くこと、それがしの使命でござる。時空の門が開くという好機、もはやそれがし逃すはずもない。つまりせっかくの時代を超えられるようになったので記念旅行に来たのでござる。意外に分かりやすい理由だった。ところでここであったのも何かのご縁である。御仁、それがしと一戦どうでございますか。一戦って一体何するの。ござる。武士といえばこれにござるよ。ああ、戦闘になっちゃった。これもらえるかな。そう、かわいいにゃ。みんな武士にゃんを捕らえろ。みんな武士にゃん。手に入るかな。ござる。あっぱれ。御仁はまことの扱われ者でござるな。強者か、つわものでござるな。びっくりした。なんでいきなり襲ってくるかな。ござる。なんでってただの挨拶でござるよ。それがしほどの武士になると挨拶代わりに刀を交えるものでござる。他の人間にやったら落ち武者の妖怪だと逃げ出すばかりでござったから。そんなことしてるからあんな噂が立つんだよ。そうそう、釣り出しの時代からお土産を持ってきたでござる。ござる。旅に出会った者におすそ分けをしようと思ってな。おとつどうでござるか。わっ、剣くれた。ナイス。ありがとう、大事に使うよ。うむ、喜んでくれて何よりでござる。さて、この地も十分楽しめたことだし、それが島の間もなく次の場所へ旅立つでござる。次はどんな場所がいいでござるかな。山奥の神が宿るし、帰るぞ。ござる。決めた。次の目的地はここでござる。これにてごめん。どっか行っちまった。山奥の神が宿るし、帰るぞ。また見かけたら声をかけてあげようかな。ありがとう、ムニちゃん。いってらっしゃい。どこだ。山だから、あれだよ。茶葉ちゃん、ありがとう。お茶爆点点請求。めっちゃ奥や。
多分この穴のなんとか山だと思うね。現代。はい、パタタ君おはよう。この辺じゃない？カエルの像でしょ。ナビしてるはずなの。山奥の神が宿りし帰るぞ。なんでナビがされてないんだ。帰るぞ。ああこれか。これだ。痛い。カエルだった。オッケー、戦おうぜ。むむ、ゴザル。ゴザル。よし。意外とヘボい、いけるぞ。ゴーゴー。はぁ。ホッパーヘッド。疲れちゃいやっほいらっしゃい。ランクいると強。ゴザル。やっぱりそれがしの刀は二度とも防ぐとは、個人にがあいつらと挨拶がやりがいがあるでござる。次から普通の挨拶いいんじゃない？ござる。そういえば妖怪ガシャの近くでこれを拾ったのはお土産にいかがでござるか？お、あいつ。ありがとう。確かに。寄ってたかってね、もうほぼ集団リンチ。うむ、喜んでくれて何よりでござる。さてこの地も十分楽しめ方だし、まもなく次の場所で旅立つでござる。また行くの？ん？白銀に染まる街並み、雪だるま。あー、オッケー、わかった、なんとなくわかった。こっちだな。過去。この辺のどっかの雪だろ。どけじじ。いや、こっちかな。雪だるまどっかにいたはずなんだ。するでござる。こいつを手に入れた。
もござる。ござる。さて、集団リーチの時間だよ。イエイ。行くぞ。人間まで参加しちゃってるから。なんと。くらいなよ。ルルさんありがとう。コインありがとう。めちゃめちゃレベルアップさせちゃったからね。めっちゃ強い多分。125円もあった。ナイス、イカ焼きゲット。ヨーゴくんいらっしゃい。ござる。よし、さて毎度のマスのお土産タイム。今度はご利益のある玉を手に入れたでござる。あがす。おー、うむ、喜んでくれて何よりでござる。さて、またまたどっか行くの。次は満月に穴を開けし物花瓶か。ござる。これは分からんな。満月に穴を開けし換気か。分かんないよ、ここは。だからここまでだ。こいつのミッションここまで。おっとっと。夜の妖怪には集会になりますね。集会。これいけたかな。クエストなり。出ないんだ。紹介所どこだ。また迷子だって。ペローン。現在、未来、未来。未来に一回ワープしてみようか。ショタボのケイタ君。どの辺だろう。ウサペンが触れそうな。早く行けなきゃ。夜の妖怪集会も切りますね。こういう時は別行動行きましょう。18レベル、これ行きたいんだけど。違う場所なのかな。
穴開いてる感じないもん。夜の集会場は河原の近くっつってたな。河原現在過去下だ。この町じゃなさそうだ。現代に戻らなきゃ。現代、あ、待って、そこのところに印つけようって。ペローン、現代桜小学校。花のけいちゃん、おはよう。でで見つからない。ありがとうございました。こっちの穴かん、これ探さなきゃいけないのかな。チートルか。満月に穴。攻略が出されてない。マジ？はあ、いけないじゃん。
消し。出てくるから。ウサピョン、ウサピョン、ポン、休日、休日になっちゃった。時間帯を深夜に変えて川辺へ向かうと、川原？深夜1回で見つかっちゃいますよって。なるほど、そういうことか。違う場所を譲れってこと。うん、うるちゃいな。単体で出るミッションだったら、まあ、分かるかい。おかえり。ん？あれが妖怪集会？見たことない妖怪もいる。うん、あれは誰からか袋のことを仲間から聞き出せたらいいんだけど。ヘム！おお、かっこいい。我らが大王様ガイラム様に代わりの場を収めに来た風神である。同じく雷神である。まずはこの度、騒ぎが代表として謝罪申し上げる。ふむ、意外と物分かりがいいものが来ます。なんでこんなことになってるのか説明してくんない？世界に闇が広がる予言あり、それとともに扉が現れた。その扉が開かれたままとなり、物珍しさで中に入った妖怪がいる。そ
しい騒ぎを起こしてしまった。だが我らに侵略のつもりはない。これより妖怪たちを引き上げさせ、扉は若い様が管理する。あ、つまりおとなしくお前たちの世界に帰ってくれることでいいのか。その通り、カエラ様の名のもと責任を持って引き上げよう。責任、セイキンミュージック、うん、なるほど。それじゃあキュービー、この町の妖怪説明してきな。任せてよオロチモダ。承知した。ほう、みんなバラバラになれるのか。話し合いを持ちかけたのってカエラ様のお付きだったんだ。喧嘩にならなくてよかった。未来の妖怪もなんか強そうなのいたし。そうね、今ならフクトリについて話が聞けそうかも。姫は？姫はどこにいる？フクロウ、なんか様子が変。貴様、誰だ貴様は。姫はどこに？姫がいないと。まずい。なんだこれ、体が。嘘、弱いのあいつら。大変だ、なんか変なモヤモヤが。何あれ、前の夜の時とこんな風にはならなかったのに。ふっ、黒太陽、我が輩の力が。みんなの様子がおかしいよ、なんとかしなきゃ。でもこれだけの妖怪相手するのってさすがにちょっときついんじゃない。これはやばそう。フクロウ、やってくれたら面白くなってたじゃないか。やつの矢にはそこまでの力はないはず。何かが起きてるでしょうか。さあな、せいぜい引っかき回してもらおうじゃないか。さあ妖怪探偵団、お前たちにどうできるかな。まじゅいにゃ。この犬、どこの犬だろう。ずっと鳴いてるけど。あ、いた。なんかちょっと光ってるけど。あ、まさか姫ってこいつじゃね。あれ、ケイちゃんのことか。姫って、ケイを姫扱いするな、調子に乗るぞ。もしかしてこのワンちゃんついてこいって言ってるのかな。あ、あ、ちょっと待って、これか。姫ってこの子か。犬かわいいでしょ。あれナビ犬、いろんな場所まで、ね、連れてってくれる犬。オッケー、これが姫な気がするな。あ、こいつチャリ持ってね。で、山に向かえばいいのか。おい犬、私はそこ通れないぞ。通れろ。こういう感じでね、犬がね、道まで案内してくれる。こうやって道に迷った時はこの犬が頼りになる。まあマップにも書いてあるから、そうそう迷うことはないと思うんだけど。あ、こっちだぞ。今犬が道迷ったね。あ、ここの穴からも外れようとしてる。ここに何かあるのかな。みんな夜中に呼び出されて。やっ、やっ、よいしょ。まさかこの子も妖怪ウォッチを手に入れる時が来るか。ん？神木？あ、分かった。伝説の妖怪ウォッチ、こいつが出すのか。
あれ？これガシャガシャ回すあれかな？山の中にあるなんて変なの。ひょっとしてこれを回してほしいのかな？ボムはさっき散歩行って寝てるよ。なんだかちょっとドキドキする。うわ、やっぱり。妖怪ウォッチ手に入れた。時計？時計かな？なんだか不思議な感じがする。それ妖怪ウォッチ L だ。幻の大谷だぜ。かわいい。風船が喋ってる？じいたん、風船聞こう。じいたん、妖怪。妖怪？あ、さっきこの時計のこと妖怪ウォッチって言ってたね。お前ウォッチに選ばれた。それお前のものだち。やった。この時計、初めてつけた感じがしないかも。なんとなく懐かしいような。それにこの子と同じふよふよした白いお化けみたいなの、前にもどこかで見たことあるような。気のせいかな。記憶喪失か。じいたん、お前呼びに来た。誰か困っている人がいるの？そうだ、お前の未来の彼氏だ。妖怪探偵だ、大ピンチ。お前の力貸してラジ。なんだろう、この時計があれば私にも何かできそうな気がする。わかった、ジータン案内してくれる？ジータンに任せろ。ガチ、みんな向こう、川の方、こっち、こっち、こっち。かわいい、かわいい。川の向こうだぜ。めっちゃかわいい、ジータン。よし、待って、この子のスキル一回見よう。おお、54ポイント上げよう、上げよう。ハリケーン強化。やつはいいぞ。で、スイトール。スイトールは、めっちゃ上げとかないと。この子ハリセンで戦うっぽいね。浮かせる。これだな。で、回復も上げて、でもって、体力がないときついから、体力ん常に回復。あ、こいつヒーラーか。追撃率アップ、常に HP 回復。決めプレイだから回復しまくる。スタミナと、あと妖術、必殺ゲージ、
キーボール。10ポイント。癒しの力、全員回復。みんなヒール。オッケー、こんなもんかな。イクニダ。我を導きたまえ。強いかな、ケイちゃん。瓦じゃなくなってる。待てよ。え？セミロングがいるんだけど。倒そうかな。一回セーブして。なんかちょっと変なセミいるから戦う。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。おお、夜中に来る。他はどうですか？いや。地味にまたお待ちしてます。てか。待って、人数が多い。死ぬかも。避難しかいない。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。やばい。やばい、死ぬ死ぬ。強すぎなんだけど。死んだ。やばいやばいやばい。それ効かない効かない。無理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 。めっちゃ強い、めっちゃ強い。これちょっと人数いっぱいで戦わないと無理だ。一匹しか妖怪いなかった。え、あいついなくなっちゃった。もう待って待って、もう一回これ、もう一回ロード し直すとかできないの？強すぎなんだけど。ちょっと待って。あ、ロードし直すできないの？まあいいや。ここでも死ぬかもしれない。強いし、もういなくなっちゃった。そう。そう、暴走状態になるとさすがに手ごわいな。やれやれ。さすが未来のキュービ一族といったところか。強いのは嬉しいけど今はありがたくないね。よーし、二人とも今が踏ん張り時です。ドローンサポートも頑張りますから。あれは誰かと戦っている。なんですと。こよちゃん、おはよう。ちょっと今こっちに来てダメですよ。とんでもなく危険な状態ですので。ちーたん助け呼んできただぜ。ケイ手伝えるだぜ。え、おお、ひょっとして妖怪が見えるんですか？うん、見えてるよ。妖怪ウォッチ、あなたはまさか妖怪ウォッチ使い？うん、さっきもらったばかりだけど。行け。妖怪ウォッチチエルだ。やれやれ。この子も本当は妖怪ウォッチ使いなんだけどね。でもウォッチをなくしたらしくて。あはは、お手数おかけします。あ、
君のウォッチがあればもっと有利に戦える力を持って。オッケー、こいつが連れて行けばよかった。さっきのやつセミロング、くそー。オッケー、シューボス戦やいけるか。収めることができたのはお前のおかげだ、感謝する。ありがとう、みんなが頑張ったおかげだよ。改めましてチワッチ、未来ミソラ稲穂と申します。起き上がる稲穂と起き軽に稲穂と申してねって。あなたがじいたんの言ってた妖怪探偵団の人。いや勝ったね、勝手に。私は妖怪探偵団じゃなくて不思議探偵社っていう別の秘密組織で今は一緒に。説明は後だぜ、まだまだ暴れてるやついるだぜ。確かに本番はここからですよ。まだまだ暴走した妖怪がうようよと。待って、さっき倒した妖怪たちあのままでいいのかな。病院とか妖怪にそういうのってあるの。放っておいてもいいんじゃないの、妖怪なら死ぬわけもないし。いや、ケイにはウォッチがあるだろう。妖怪を回復させることもたやすいが。そうなんだ、妖怪ウォッチってすごいね。傷治った、お前のウォッチ使うのうまい。私は何を、この私が取り憑かれてしまうと。これで平気、ケイすごいすごいだぜ。よかった、未来の同族を放っていくのも気分が悪かったからな。すまないな、迷惑かけた。え、未来どういうこと、うん、私たちはここよりも未来、世界の妖怪なのだ。とあるトラブルの解決のために来たのだが、まさか僕らと喧嘩をする羽目になっちゃうかも。これは私たちの想像外のこと。あれ、ねえ、妖怪たちの間に何かがあったの。実は私もちょこっとしか知らないんですよね。よし、ここは情報を整理していきましょうか。戦わなくていいのかこいつら。未来から来た妖怪がこの町の妖怪と問題を起こして仲直りをしようとしたけど吹き矢で暴走して、なんだか大変なことになってるんだね。ふむふむ、吹き矢で暴走したってのは私の初耳ですね。ウサピオン大丈夫かな。今は他のウォッチ使いが暴走している妖怪たちを相手にしているはずだ。それが妖怪探偵団って人たちだよね。そういうことです。ここも落ち着いたことです。助けに行きましょう。オッケー、さっきのセミロングがすごい。おお、あざす、こいつらいたらセミロング倒せた。それじゃあケイちゃん、そのウォッチで僕らをサポートして。はい、オッケー、出発たち。ちょっと待って、セミロング、こいつ倒してから行けばよかった。あいつどこ行ったやマジで。ちょっともう一回叩かれないか。あ、いた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 、セミロング、いた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 。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦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 待って、ちょっと早まるなお前。これでキュービとかがいるから戦えるかもしれない。オッケー、22レベル、オッケー。いけるに違いない。
りずに戦うやつ。むぞ、さっきはよくもやってくれたな。上がったレベル、ナイス。やっぱ人数だな。オッケー、気分いいわ。よっ、拾おう。で、さっきの河川敷につけ、まだいる。モノマネキングがいる。ちょ、こいつ倒そう。夜の街はいっぱい敵がいてくれてんのか。いけるいける、強いから。元気出して。めちゃめちゃサボってね、あいつ。まあ一回許してやろうか。もういないかな。なんかいるか、あれ。お、またなんかいる。メラメラジオ。おうおう。わ、強そう。元気出して。なんでやねんとか言ってる。リクシャー帰り。強くなったな。ここにもいる。戦おう。元気出して。
寝たからかな。調子いいわ。てかめっちゃ強えこいつ。倒しながら行っちゃおう。アロハちゃんいらっしゃい。こんにちは。誰今妖怪ウォッチの瞬間やってる。面白い。どれだ？攻撃力。こっちかな。バトル中に追撃が発生する。追撃ダメージが少しアップする。ポイント足りない。あと1ポイント。大丈夫っしょ、行っちゃおうっと。一回見て。4か、ん ?4?4 で上げれるか。あ、5いるか。行っちゃおう。ダメ、強すぎる。きついな。大将二人にカイラ様のおかげさまで、フクロウのやつ、前はここまでじゃなかったのに。おい、皆さん。イナホさん。今こっちに来たら危なくて。いやいや、スペシャルゲストを連れてきました。なんと新たなウォッチ使いですよ。え、新たなウォッチ使い？ケイちゃん。みやこちゃんありがとう。茶爆天帝ありがとう。洋館探偵団って、ティモ君たちだったの？おっと。
部屋知り合いなんですか？でもだったら話が早いですね。あの子昔のお母さんだよね。お母さんもお家使いだったんだ。ってわけでヒーローは遅れてやってくる。ケイスさん、ケイ&ミソライナホ、ただいま参戦。ミソライナホって言いにくいな。私ジータンにお願いされてみんなを助けに来たの。お家使いよ。始めたばかりでまだあんまりわからないけど。頑張るね。みんなで一緒に戦おう。オッケー。いやー、キリのせいでモテなくなったよ今は。彼氏持ちだと思ってね。行くぜ。強いかな。さあ行こう。使えないのきついな。セーブしてなかったから危なかった。使い物にならない奴ら。これでは姫が探せない。姫よ。 あなたはあの時のお兄さん。妖怪だったんだ。でもどうしてこんなことをするの。どうしてですって。あなたは知っているでしょ。私が主の役に立てないだけということだから姫を見つけ
なければ姫を姫に我が主のもとへの見つけね、見つけなければ誰も使い物にならない。なら私が捕まえに行くしかない。よえお兄さん、やばっ、チンコがブラックホールになってる。やばい、あんなの放ってたら絶対やばいよ。追いかけて止めなくちゃ。うん、行こう。あのお兄さん絶対助けなきゃ。やばいやば、よし、スケールがやばくなってきたんだけど。ウィス、小学校の方から。オッケー、でも一人じゃ戦うことなくなったから多分大丈夫だ。ちょっとよ、ケイちゃんの、あ、違う違う違う、ケイちゃんのスキルが、あれ、ケイちゃんは使えなくなった。9ポイント体力上げとくか、怖いな。あれまで、割とおにぎりマンめっちゃ強いんだよね。こいつも攻撃力上げとくか。ひるみ耐性もつけて。あ、もうなくなっちゃった。この子も攻撃力を上げたいな。これでいいや。さすらいの玉、これもこの辺だろ。自分のスタミナ回復、ありがとね、またね。よし、行くぞ。小学校へ行こう。俺のより強いと思うんだ。まずはこいつでお手合わせするか。妖怪何使ってるか見せて。いいよ、妖怪はね、ちょっとまた間違えた。これメラメライオンとウリボーとあとドンドーンってやつ、これは S ランクだね。あとこちら控えメンバーはシロック、これ可愛かったから、これと猫又とあと座敷わらしがヒーラーだね。これ回復要因、
うん、ニコピンが言ってた。よし、行きます。戦いに行くぜよ。でかっ。新魔空人フクロウ。おお、姫は、姫はどこに。姫、私のこと。ジョロちゃんおはよう。めっちゃでかくなっちゃった、あのフクロウが。じゃなかった。そっちこそウサビを返してください。で、あんな様子じゃ答えてくれそうにもないですね。あの子はとっても悲しそう。なんとかしてあげなくちゃ。うん、稲穂さん、ケイちゃん、危ないって思ったらすぐに逃げてね。逃げたりしませんよ。こういう時のためにとっておきのがあるんです。バトルのサポートはこの私にお任せあれ。あんなでかい口の妖怪ならあれが使えるもん。では今度は何をするつもりなんだろう。ティモ君たちっていつもこんな風に妖怪と戦ってるの？いつもじゃないけどたまにこういうのに巻き込まれるかな。そうなんだ、怖くないの？友達妖怪がいるからね。おやおや、嬉しいこと言ってくれますね。ティモはケイちゃんにいいとこ見せたいだけだにゃん。ティモくんすごいね。ティモくんと一緒ならなんとかなるかも。てれー、クロウさん、今助けるから。やべー、来た。戦えるかな。
またのゴミを待ちしておりゃ。吸い込ませるっぽい、ね、全然わからんだけど、いけたいけた、よし、やった、元の姿に戻った。解放されたあのどす黒い妙な力、黒い怨念の、黒い怨念このまま消えゆく運命か、最後まで役立たずのままで。フクロウさん、待って、諦めちゃダメだよ。こういう時どうしたら。姉ちゃん、そうだ、このウォッチの力があれば。これは、癒しの力なんだ。私なんかを生かしどうするつもりなんです。え？どうするつもりとかいうことじゃなくて、ただフクロウさんにはあのまま消えてほしくないなって。だってフクロウさんは姫を探さないといけないんでしょ。もういいんです、私の使用なんて気にかけなくても。あなたのおかげで主には私の思いだけは伝えることができたんです。まあ結果はこの通りですが。あ、ウサピンを探してたんだった。ちょっと、うちのウサピンはどこにやったんですか。あの動物妖怪ですか。実はあれから記憶が曖昧でどこかに置いてきたような気がしますが。ノーヒントっすか。まあいいか。それじゃあ私ウサピョンの捜索再開しますね。よーし、待ってろウサピョン、絶対絶対見つけ出してるから。はい、行っちゃった。ねえ、フクロウのこと任せていいのかな。私は他の妖怪たち見てくるから。わかった、気をつけてね。それとティモ君はケイちゃんのことよろしく。落ち着かいになったばっかしだし、ケイちゃんだけ残せないからね。任せて。深夜2時だ。深夜0時だよ、これ。歩き回ってんの。よくぞあの場を収めてくれた。なかなか見どころがある落ち着かいだ。すごいでしょ。どうしてお前が自慢げなんだ。わあれ、あなたも妖怪。フクロウも最後の最後まで役に立ったじゃないか。あ、最後の最後で役に立つ。ひょっとしてあなたがフクロウさんが言ってた主さん。しかと見ました、妖怪たちを救い、そう逃走する、そう統率する、その力、あなたこそ姫に違いない。おや？姫ではないだと。洞穴撤収だ。はい。おい、ちょっと置き去りにされてるよ、フクロウ。え？大雨？雨降ってる？ちょっと待って。洗濯物干しっぱない。
れはマジ。わあ、ほんまや。ボム、気をつけて、雨だ、雨。超雨降ってるよ、ボムちゃん。ダメよ、外出たら。ボンちゃんの嫌いな雨ですよ。ボム、怖いな。雷来るんじゃない、また。もう、キリのズボンが、うぜえ。よいしょ。ああ。あいやいやいや。せっかく朝から洗濯物したのに、ありがとうニコピン教えてくれて。びしょびしょやわ。よいしょ。危にゃ、危にゃね。よいしょ。あ、どっちどっち。まあ、ギリギリ洗濯物は守れたな。あれ？あ、なんか。よし。いや、ギリギリセーフだった。ふぅ。へぇ。ギリギリ。マジ、もうちょっとほっといたら多分ね、水浸しになってた。ウォッチ使いとやらが力を合わせると、こんな、こうも大きな力になるのか。おいおい。しかし扉ってのが開いたのも俺たちの暴走もみんなこいつのせいか。いいえ、扉は私ではありません。暴走させる力についてはほんと、カイラ様の話じゃこいつにそんな力はなかったはずだ。隙をつかれたとはいえ迷惑をかけてしまったな、うん、いや我らの油断だけではない。もっと邪悪な力を感じる。邪魔するぞ。その通りだ、雷神。この一連の事件は確かに終点同時たちが発端だ。カイラ様、うん、連中が無理に扉をこじ開けたことで事情を知らない妖怪たちが紛れ込む事態となった。世界の扉については厳重に管理させてもらう。今回のような騒動がもう起きないようにな。よかった、未来の妖怪のトラブルが続いたら俺たちだけどうしようもないもんね。しかし主典同士たちは扉を操作する力を手に入れてしまった。他にも存在するである扉使い、再び世界を越えて厄介事を起こすかもしれない。はあ、はた迷惑な奴らなんだから、これからも気をつけないと。おい、ところでそこの少女、新たなウォッチ使いとして目覚めたようだな。その手にあるのはエルダか。エルダに選ばれし者、またいくつもの世界を超えて世界に光を取り戻す役目を持っている。うん、横にある伝説ウォッチを使い、お前もその一人なのだろう。ほんと、カイラ様、予言書にあった新たな最悪というのは、それって俺たちがなったあの暴走のことか。うん、おそらくはな。新たなる最悪の目覚め、これは四天王子たちが原因ではない。もちろんお前にもこのような力がないことなどは分かっている。ここより未来世界で私は見たのです。まがまがしい黒い怨念のような何か、それを見てから私はおかしくなってしまったのです。
力を得る代わりに心の制御も失う。あの時の私はそのような状態だった。黒い怨念だと、やはり予言書の。お前はその存在に利用されただけかもしれない。だがこのような騒ぎを起こしたその罪は重い。妖魔界へ反逆行為としてお前に厳重処罰を。ねえ待ってください。ピン。そう、ゲームしてたら忘れちゃう。え、まだやってる。全然、でも今日全然やってないよ。まだ1時間40分ぐらいでしょ。あの、この人のこと、フクロウさんの処罰をやめてもらえませんか。ほう、大王たる私に意見するか。この人がおかしくなる前に少しお話ししたんです。自分が仕えている人を役に立ちたいって。その人は悪い妖怪だったのかもしれないけど、大切な人のために一生懸命頑張るのって絶対悪いことじゃないと思うんです。お願いします。カイラさん、お願いします。フクロウさんを許してもらえませんか。はあ、しかしそういうわけにもいかない。罪は罪だ。たとえその罪が、ん？その思いが悪でなかったとしてもな。そんな、あの、ちょっと厳しすぎるよ。みんな大変だったけど、なんとかなったじゃん。お前たち、しつこいぞ。カイラ様が決めたことは絶対だ。ああ、いくらよ、ウォッチ使いの頼みでも、この者へ処罰は、覆ることはない。もう十分です、ウォッチ使いの皆さん。どの道私にはもう行く当てがありません。処罰により消されてしまうなら、せめて罪を償いながら消えたいのですが。いや。一体誰がお前を消すと言った。ふい。私たちはお前の暴走を促した黒い怨念とやらの正体を調べる必要がある。直接取り憑かれたお前は貴重な手がかりだ。調査員として協力しろ。それも処罰の一つ。覚悟するんだな。妖魔界でいくらこき使ってやる。覚悟するんだな。命を助けてくれるのですか。よかった。ありがとうございます。わ、なんかいい話になってきた。感謝などいらん。それがこの者にとって償いというわけだ。フクロウさん、私応援してます。だから妖魔界でも頑張ってください。ありがとうございます。あ、なんか涙出てくるね。悲しいね。ケイちゃん、リアルだとあんなにメンヘラなのに。それでは失礼する。30年前の妖怪たちをさらばだ。世話になったな。お達者で。ああ、お達者でな。今度は土産を持って遊びに来いよな。ええ話や。いや、ケイちゃんのおかげでなんとかなったね。木もデレデレしてるにゃん。うん。フクロウの件も無事に解決したし、あの時のケイちゃんに頼もしかったね。でもさ、惜しいよな。あの子、夏休みの旅行とかで来れないんだろ。一緒に探偵団やりたかったな。新しい仲間スカウトだぜ。ティモくん。え？旅行はどうしたの？パパにお願いして伸ばしてもらっちゃった。私も妖天探偵団に入れてほしくて。妖怪ウォッチの使い手として私に手伝うことがあると思うから。ん？つまりこれって、私は自分のお母さんとお父さんと。おっと、それ以上はダメでウィス。危ない、また透明になっちゃう。またウォッチ使いが妖天探偵団に入るだなんて大歓迎だよ。よろしくね、ひもくん。みんな、よーし。フォートナイト難しそう。浮かれすぎだにゃん。やれやれですね。あ、
あ、そういえば。ん？どうしたの、トーマ？イナホウサピを見つけられたかな？一人で探すって言ってたけど。ああ、そういえばあれから見てないよ。絶対助けるって言ったから大丈夫でしょ。かわいい。もうお昼だに、誰も助けに来ないなんてひどいだに。うさぎ小屋に閉じ込められてる。父ちゃんおはよう。イナホウサピョみっけ。イナホウ、てんめえ、遅すぎだに。いやいや、全然見つかんなくてさ。わかるい場所だによ。ちょっとコンビニとか寄ったけど、黙っとこ。まったくだに。本当に探し物下手くそだに。もうそんなんだから妖怪ウォッチもなくすだに。でも、何？来てくれると思っただに。ありがとうだに。かわいい。あとは稲穂の妖怪を使われてたんです。ハゲハゲルイちゃん、おはよう。で、あのスペースにあと稲穂が入りそうだ。あれ。あの世界では見つかりませんでしたね。妖怪あれほど魅了する娘が我らの探す姫ではなかったと。主天道寺様、このような調子で我らの悲願、姫の復活を叶うのでしょうか。葵ちゃんおはよう。だが面白いものは見られたじゃないか。つまらぬことを心配するなど、どうけつ人間になれるの。いやブスー。島内先生、島内先生、先生なのこれ。その姿で人間界に紛れ込めたら何の成果も得られないようだ。出過ぎた発言をお許しください、我が主。心配する必要はない。すでに標的は決まった。過去の世界にもはや姫の気配はない。改めてこの世界で探す。わかりました。承知しました。我らが姫を見つけ出すのはうってつけの場所。それは新元町桜プリンセスコンテストだ。コンテスト？あ、ルイちゃんありがとう。お茶ありがとう。今日も声聞きたかった。嬉しいな。はい。サルゲッシュ振る。まだあんの？64じゃね。お、それなら主天成寿様、今なんと。新元町桜プリンセスコンテストだ。ほう。それは本気ですか、主天童子様。姫よ、今しばらくのご辛抱で。必ず。ご自身の使命を思い出すとき、私は必ずおそばにお伝えしましょう。めちゃめちゃこれでさ、あの姫がブスだったらウケるよね。第6章、姫の目覚め。めっちゃブスであってくれ。ウィスー。なんだかご機嫌ですね、夏目さん。うん、だって私たち最近絶好調でしょ。ちょっと前まで3人だけの妖怪探偵団だったけど、ティマ君がやってきてケイちゃんも仲間になって向かうところ敵なしって感じで元気が湧いてくるんだ。世界の危機ってやつは心配だけど、俺たち意外とうまくやってるよな。そうだね。このメンバーなら何が起きても役に
うん、立ち向かえる。僕もそんな気がするよ。世界を救う妖怪だね、なんか。ティモ君たち、こんなすごいことしてたの？いやー、それほどでも。うわー、ケイちゃんにすごいって言われちゃった。ティモ君、すごいのはみんなですからね。私も探偵団に入ったし、入れてもらったし、早くみんなの力になりたいな。そしたら今日はケイちゃんに桜本町を案内してあげようか。いいと思うぜ。会議案件の調査も一緒にできるしな。そういえば夏目、今日学校の用事があるんじゃなかったっけ？うわ、思い出した。びっくりした。どうしたの夏目さん。あーちゃん、今日プールの掃除の日だった。急いで学校行かないと。中学校の夏休みもそういう当番があるんですね。夏目さん、中学校？私も見てみたい。一緒に行ってもいいよね。もちろんけど、なんかごめんね、用事に付き合わせちゃって。みんなで行こうよ。歩きながら街の案内できるしね。ケイちゃんと一緒に出かけられるなんて最高じゃん。オッケー、第二中学校。まずは調査。え？これしかないの。まあ、いっか。あ。大妖魔のアーク。ハッ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 。オッケー。超極のクラスによって相手も戦えるようになるし。うん。あっ。おっと。オッケー。さて、とでかけるかな。これでいく。ペローン。第二章中学終わっちゃったんだ。天野じゃないか。どうしたんだ。あいつは島の内先生。凍結や。はい。私プール掃除に来たんです。遅くなっちゃってごめんなさい。ああ。掃除は先生がやっておいた。他のみんなももう帰ってるよ。先生が？母ちゃん。まさかそんなことになったなんて。謝る必要はないし、そんなに遅れてきたわけじゃないんだ。ただ俺もこれから用事があるんでな。ちょっと早めに学校出たかった。ありがとうございます。いや、構わないさ。その様子だと天野も用事があったんだろ。せっかくの夏休みだしな。友達と遊ぶのも勉強のうちだと先生は思うよ。くれぐれも無茶な遊びはしないように。それじゃあまた学校でな。はい、さよなら先生。うっす。あの先生、いいこと言いますね。よし、友達と遊ぶのも勉強のうちだって。よし、今日は思いっきり遊ぶぞ。なるほど。言われてみればせっかくの夏休みだもんな。たまには調査の一休みっても悪くないか。ケイちゃん、なんかやってみたいこととかある？じゃあこの辺りで一番賑やかな場所に行ってみたいな。
お、それ俺も気になる。トーマおすすめの場所とか教えてよ。どうかな。それなら商店街がちょうどいいんじゃない。今日はイベントがあるってミッチーが言ってたし。椅子？夏目さん一筋の彼が注目になってどんなイベントなんでしょうね。なんだか気になる。みんなで行ってみよう。なんかプールに妖怪いそうだけど。お、やっぱり。ミッチゲット。ミッチ。街に行けるのか。ぼんちゃん、もうちょっとしたら有名よな。新元町商店街。はあ。待って、元町って言ったらうちの家の近くなの。ここが夏目さんの町の商店街か。なんかちょっとおしゃれだね。気に入ってもらえて何より。それとイベント会場は。あ、向こうに見るとって島の内先生？ん？ほんとだ、坂見くんも一緒にいるみたい。でもなんであの二人が？坂見くん引っ越してきたばかりって言ってましたしね。町の案内でもしてもらってるんじゃないですかね。先生の用事ってこの時だったんだ。あやぴーよ。ほらほら早く行こうぜ。イベント始まっちゃうかもしれないしさ。どうだった？何がやってるんだろう。楽しみだな。こうまっすぐ歩いていけばすぐにイベント会場だよ。どうしたなんだお前。そこの人、僕のことば助けてくれへん。あ、その前に自己紹介せんといかんね。僕はジャーボー。オウムタっていうところから来た大蛇の化身バイ。オウムタをいろんな人に知ってもらいたくて、オウムタを盛り上げるのが僕の役目かい。それで大蛇とお友達のオロチに誘われて、ヘビバングランプリって大会に出ることにしたかい。その大会で優勝すればオウムタにもっともっとみんなが来てくれるのかい。でもそれでちょっと困ったことがあるかい。よかったら相談乗ってくれんかね。めちゃめちゃ。おお、助かったばい。九州弁ヘビアングランプリの会場の場所がわからんとばい。桜代理中学校ってどこにあるか教えてばい。それならそこのゲートをくぐってまっすぐ行けば来たはずだよ。ありがとう、早速行ってみるたい。ヘビアングランプリでオウムタのいいとこ広めてくるばい。大会は中学校の体育館でやるゲーな。よかったら見に行こうね。これはサブストーリーだからまた今度やるかもしれない。おう、豆乳動物。怪しい。怪しい。コンタンを見つけた。見つけたらバトルできてると思ってんの？今度は見え見え、これあげる。お天ぷら。さぞ。
あるらしいですよ。あ、あのね、ユウ
太くん、あ、ケータくんだ。ケータくんがティモ。ティモ、今日もらったんよ。リスナーさんからもらったその剣。なんかね、ティモがもらったやつは、なんていう、ボルニャンだ、ボルニャン。ボルニャンがゲットできる剣もらったよ。頑張ってね、ケイちゃん。お任せを。夏美さん、応援を任せてください。おい、なんかすげえ可愛い子いるぞ。あの子も振り子に出るのかな。うわ、本当だ。あの子に投票しちゃおうって。どうやら手が弱いライバルもいるようだな。大丈夫、ケイちゃんなら絶対優勝できるよ。待って、鬼可愛い子いるぞ。あれだよね、あのソフトクリームの横にいる子だよね。ありがとう、ティモくん。それじゃ頑張ってくるね。夏のスマホ熱くなるね。お言葉ですが、消えたとかたまに貼るときあるよ。酒呑童子様、このようなくだらぬ見せ物に本当の姫が現れるのでしょうか。凍結。使い酔いの実の父に塩ラーメン作ってきた。行って、お帰り。これは、鬼桜が満開に。ではやはり姫はこの町に。ああ、ようやく理解したか。あのツインテールの子可愛くね。鬼桜がこれほどに輝きを放っているのは すでに姫は自身の力にお気づきかもしれない、うん、なるほど。自らを姫だって思ってるならプリンセスコンテストにも出るだろうと。さあ、お姿をお見せください。姫、どれだ。さあ、始まりました。新本町さくらプリンセスコンテスト。いや、一番右の子かわいいな。新本町商店街、元気に盛り上げるため、こんなにプリンセスが候補、こんなにプリンセス候補が集まってくれました。それでは最初のプリンセススピーチ、参加者の皆さん自己アピールをお願いします。小さい頃からこの商店街で買い物してました。いつも元気をくれるこの場所が大好きです。こいつはない。商店街の常連さんがプリンセス立候補、いったマスコットガールになってくれそうですね。次はモグモグバーガーのお姉さん、張り切ってどうぞ。いらっしゃいませ。優勝したらハンバーガーぜひ買い付けしちゃいます。モグモグバーガーをよろしくお願いします。マジでマジでこいつそんな特権あるの。なんかこれは魅力的なアピールです。突然半額宣言に観客もヒートアップ。モノで通気。次は仲良く2人で参加の女の子、張り切ってどうぞ。はーい。夏休みの思い出に友達と参加しました。応援よろしくお願いします。ケイちゃんと夏です。よろしく。ケイちゃんってばやっぱり可愛い。いやっほー、夏目さん素敵、こっち見て。夏目さんに商店街案内してもらって、今日は一日目から遊んでるつもりです。ゲームセンターとかドーナツ屋さんとかいろいろ行ってみようね。まさにフレッシュ、楽しんでくださいね。こいつかわいい、姫のあやめ、名前が姫やんけ。よろしくお願いしますね。たんですけど、とても賑やかな商店街でワクワクしてます。こんな素敵な街で暮らせるなんて、これから毎日がとても楽しみです。うん、ワンダフル。まるで私たちの毎日までキラキラ輝くようなスピーチですね。より可愛いじゃないか。可愛い、姫のあやめさん。あんなにキラキラした女の子、この世の中にいるなんて。彼女こそ100年に一度、いや1000年に一度の美少女だ。おにぎりくん、おにぎりくん、ひまやさんに一目惚れってやつですね。ひまやさん、なんて素敵な響きなんだ。なんかアイドルみたいでグッとくる。姫の、姫あやさん、あやめさん、うん、はい、ありがとうございました。どのプリンセス候補も素敵でしたね。それではこれより投票タイムに入ります。彼女こそプリンセスという女性に清き一票。うん、
よし、ここは全員でもっと輝いていた夏目さんに投票しようじゃないか。おいおい、それを言うなら姫さんでしょ。あれほどプリンセスにふさわしい子はないよ。まいったな。もぐもぐバーガー優勝したら半額。トーマくん、もしかしてもぐもぐバーガーのお姉さんに投票？みんなバラバラだね。ウィッサン、ティモくん、大事な一票ですから心を込めてお名前を書きましょうね。まあ姫綾さんの気がするけど、うん、そうだね、投票行ってみよう。とても素敵だったわ。さ、誰に投票する？もう決まった？まあうちも姫綾ちゃんないけど。それじゃあ、あなたのプリンセスの名前をしっかり書いてちょうだいね。ここはもちろんケイちゃん。投票ありがとう。結果発表が待ち遠しいわね。皆さん、お待たせしました。それではこれより投票的結果をお知らせします。第1回新元町さくらプリンスコンテスト栄光のプリンセスに選ばれたのは姫野彩音さんです。皆さん、大きな拍手で商店街のプリンセスをお迎えください。私がプリンセス？ぽいぽい。おめでとうございます。では早速優勝商品の贈呈です。姫、麗しきプリンス、どうぞこのコンテストに優勝なされますか。ねえ、あれって坂上くん、何やってんのこんなところで。なんだ、なんておいしい役を。俺だって綾乃さんに優勝商品渡したい。こちらが優勝商品の南の島リゾート行き部屋チケットです。姫野彩音さんに優勝商品リゾート部屋チケットが手渡される。ありがとうございます。さらにあなた様にはこちらの商品も。ドラッグファイン、こうめちゃめちゃあげようよ。ペンギン堂のソフトクリーム、おい、めちゃ姫待遇やん。おい。ちょっと君、それ全部他の人に渡す参加票だよ。なぬ。おい。このお方をどなたと心得る。新元町商店街のプリンセス、姫野彩音様だぞ。いやー、それはそうなんだけど、参ったな、それ。あなたこそ真の姫、商店街にとどまらず全ての世界の頂点に立つべき姫です。姫じゃなくて姫野なんですけど。サミ君、何やってんだろう。変わった演出なのかな。フリコン参加していただいた皆さんにはちゃんと参加賞をお渡ししますので、それでは新元町さくらプリンセスコンテストをこれにてお開きにさせていただきます。ありがとう。ティモくん、私に投票してくれたんだね。ありがとう、とても嬉しい。参加者でもらったドーナツ、ティモくんに分けてあげる、ね、ありがとう。うん、まだまだ行ってないお店もあるし、一緒に遊びに行こう。モチリンロール、どっかで見たことあるぞ。今日はありがとね、みんな。俺もすごく楽しかった。また遊ぼうよ。会計案件が落ち着いたら、もっといろんなところに遊びに行ってみよう。おんや、おにぎりくん、何やらぼーっとしてますけど。にゃー、振り子の時からこんな調子にゃん。
どうしちゃったな。あやめさん可愛かったな。またどこかで会えるといいな。なるほど。あのプリンセスに選ばれた女の子は気になってるんですね。うん、うん、確かに可憐であった。もちろん私は夏目さん一つ下だな。うん、同じマスに住んでるって言ったし、きっとすぐ会えるって。おお、そっか、そうだよな。おにぎりはもうちょっと痩せろ。なんか元気出てきたぜ。明日からまた探偵団頑張るぞ。姫のあやめ、ロングのカールが良かった。ああ、もっとね、お蝶夫人みたいな。お蝶夫人わかんねえか。なんて言えばいいんだろう。プリキュアみたいな。ともかお蝶夫人わかんねえでしょ。え？来たぞ。すみません。姫のあやめです。昨日プリコンでお会いしましたよね。わー、なんで姫あやさん本物？おばばさんに案内していただいたんですか。やっぱりご迷惑だったでしょうか。あやめさん。キリリ。いえ、全然迷惑なんかじゃありません。むしろお会いできて光栄です。おにぎり、態度変わりすぎ。やっほー。今、ケイちゃんの前だとあんな感じにゃん。うー、俺も、なんか恥ずかしいな。それで、妖怪探偵団にどんなご用で？実は私、はい、見えるんです。お、見えるというと？あ、お蝶夫人ね。はいはいはい、この子たちが。にゃ、見えちゃう。こいつもぼっち使いか。昨日商店会で皆さんを見かけた時、この子たちとおしゃれしてるのを気づいちゃって、私も仲良くなりたいなって思ってたら、たまらずに押しかけてしまったんです。いいにゃん、いいにゃん、仲良くするにゃん。オリッチは自慢にゃんだな。うっすー。ぜひともお友達になりましょう。私はウィスパー。ありがとう。嬉しい、ディバナン、ウィスパー。あやめさんがあんなに近くに。ディバナンたち羨ましすぎる。はい。それでもしよかったら私も皆さんの妖怪探偵団に入れてくれませんか。もちろん歓迎しちゃうよ。ね、いいよね、おにぎり。お、イエスイエス、ありほしおにぎりです。大歓迎します。ありがとうございます。改めまして、私、姫のあやめと申します。よろしくね。9月から桜第二中学校に通う中学2年生です。よろしくね。同じ同級生だ。私は天野夏目、よろしくね。うん、覚えてる。昨日プリコリになったのね。よろしくね。夏目ちゃんにケイちゃん、これからもよろしくね。美女が増えた。そうね。こっちのトーマも同じ学校なんだよ。よろしく。夏休みの間に町のことを覚えていけるといいね。俺の名前はキモ。よろしくね、あやめさん。そういえば、もしかしてあやめさんも妖怪ウォッチを持っているの？妖怪ウォッチ？時計は持ってないけど。妖怪ウォッチになくても見えるタイプ。俺と一緒ですね。私まだまだ妖怪のことよく知らないけど、探偵団の役に立てるように努力するね。よし、ありがとう、あやめさん。それじゃ早速怪奇案件の調査に行くぞ。よし、あやめさんが手に。キュン大量検視事件。元町の妖精さん。よし、
被害に遭った子の話を聞きに行こう。ここまでかな。またちょっとレベル上げとサブクエして、またメインストーリーが入ったらまた配信します。で、夕方もちょっとなんか作ろうか迷ってるんだけど、うん、まあ、時間があれば配信します。ではこんなところでおつんつん、またのー。